あれはナルト。あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激魔よ先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ。自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな。お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道の。バーガ、俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだな。サスケ、お前も。何なのだ、こいつらは。なぜ突然ここまで。ここ、俺ってば、死んだのか？お前は死んだわけではない。ん？ここはお前の精神世界。今は、うつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってば、わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。なお、大筒木羽衣。そして忍衆の開祖にして、陸道仙人とも言う。え？最初に忍術を作った、あのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？アシュラ？一体何のことだ？ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやは、遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその身を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし、十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け、忍衆を教えたのだ。二人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子、
兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに我が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。故にわしは決めたのだ。アシュラを忍衆の後見人とすることだが、インドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく時を置いて転生した。幾度となくな、ナルトよ。先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ、何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。民衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母カグヤはチャクラを個一つのために持ち、力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れれば、いずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志もこれまでの転生者に比べてお前からは特異なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭けわしはすでに持ってるぜ。クラマ、俺んだ。ハッツァン、なんで俺の中にいんだ。オビトのやつがな、主覚と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって忘れたのか。お前は以前主覚と牛鬼以外のチャクラをもらい受けているはずだ。前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。またたび磯部、孫悟空、国王、蔡健、長明、牛鬼、
クラマ。ナルトよ、お前は何がしたい。この戦いの果てに何を望む。アシュラの転生者だとかなんだとか、これってばバカだから、まだなんとなくしかその意味は分かってねえけど、仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りて、それだけだ。それがお前の答えか。ああ、かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この度は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。この内浜だらを蹴落すほどとはな。恐れを抱く小さき者よ。声が。我を取り込め。真珠を、十尾を、すべて取り込め。さすれば無限の力を。まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな。渦巻きナルト、内葉サスケ、俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ。ふん、やってもねえのに勝手に結論付けんじゃねえよ。よかろう。ならばこれが最後の戦いだ。やはりか。マダラの周りにはもう一人のマダラがいる。なるほど。オケがこいつにやられたのも納得できる。気づくと、こいつの一撃は重い。ナルト、影の攻撃に気を張っておけ。お前でも感知はできるはずだ。やりすぎるけど文句言ってられねえな。これでどうなってばよ。逃げられんぞ。よっと下がった。遅い。こっちだ。どうちゃさすか。奴は唯一俺と同じ直友へのシャリンガンを開封していた。リンボ。もっと踊れ、砂利ども。さ
さっきの体術男より俺を楽しませる。リンボ。奴の隙を突くってあんた、分かってる。ああ、封印術を任せとけ。こっちには美獣の力がある。視覚の力を借りれば、螺旋岩に封印術を…ナルト！影を身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちにはカカシ先生がいる。うわうわ、ようやくだ。本当にやっていいのね。早く俺の左目を。そうはさせんぞ。神！さくらか。ここは、カカシ先生。先生、左目。オビトはどうした？そっちにマダラも飛んだはずだが。マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい？よし、カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、この方法でガイモ。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。おう、お前たち鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト。オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。まさか影のやつのスサノオを使えるとはな。いかに力をつけたお前でも、5人もの俺を相手に。
相手にするのは厳しかろう。さて、どう対処する？見せてもらうぞ、サスケ。サスケ、俺もやるってばよ。確かに、俺が数を見出す。それまで手を出す。認めてやろう。ここからが真の戦いだ。サスケ、気をつけろ。嫌な予感がする。シナミ！シナミ！ここで無様に果てるがいい。気は逃さん。シナミ！シナミ！やはりサスケは俺に近しいものを持っている。お前は本当に俺を楽しませてくれるな。反応速度が鈍っている。もう抑えられんぞ。シナリ！いいぞ。次で決めっぞ、サスケ。ああ目の前だ。
師匠は何で忍びのみんなが望んだ平和だ。目の前にあるんだ。てめえを倒すまで倒れてたまっかよ。お前のいる平和は所詮かりそめのものに過ぎん。真なる平和は夢の中にこそある。これこそ理想を叶える手段なのだ。夢にもうるせえよ。そんなに夢の中に生きてえならお前だけが生きやがれ。シナミ、よっと、これどうなってばよ。そら、なぜこれほどの力を。貴様の夢部屋はここで終わりだ。さっさと消えろ。これどうなったのよ。うちはサスケ、あとはお前たちだけだ。お前たちの始末さえすれば本当の夢を。だからさせねえって言ってんだろ。お前は死者や。俺の邪魔をするな。おー、しまくってやせ。この俺がここまで。見事というしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ、ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。これはまずい。サスケ、おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ、無限つくよみ。今一つとなるのだ。一体どうしたというのじゃ。仕上げだ。真樹海降誕。
どうなった？今頃お前の仲間たちはおねんね中だ。もっともサスケのスサノオには聞かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に溺れ、まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。とでも言うと思ったか。クロゼツ、貴様。マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はかぐやだ。かぐやだと？お前が無限つくよみを完成させチャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。あいつ。ああ、かぐやと言った。かぐや、陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか奴の目的は。ああ、なんだこれは。チャクラだ。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。サスケ。ああ、間違いない。こいつがおじいちゃんが言ってた大月かぐや。もある。は？あ、シュラ、一体何のことだ？ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちも
この戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその実を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎ。あれはナルト。あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激魔よ先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ。自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな。お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道の。バーガ、俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。サスケ、お前も。何なのだ、こいつらは。なぜ突然ここまで。ここ、俺ってば、死んだのか？お前は死んだわけではない。え？ここはお前の精神世界。今は、いる力は圧力を生む。結果、人々は母を、ウサギの女神だの、鬼だのと呼び、あがめを恐れた。ある時、かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人が、このわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため、真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠は、それを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし、十尾を己に封印することができた。それくつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってば。わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。名を大筒木羽衣。そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。え、最初に忍術を作ったあのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でも。